エラスムス・フランキスキの著書に見られるキュクロープスの差し絵、キュクロープスは、ギリシア神話に登場する卓越した単野技術を持つ単眼の巨人であり、下級神である一族である。あるいは、これを下敷き及び、ベースとして後世に誕生した伝説の生物をも指す。長母音を省略して、キュクロプスとも表記される。英語読みサイクロプスでも知られる。ギリシア語。 カッパラムダオメガプサイの原義は、カッパカッパラムダとオメガプサイから求められる丸い目にあり、額の中央に丸い目が一つだけついていることに由来する。ラテン語名、サイクロプス。英語名はサイクロプスであり、サイクロマイナスからの派生語はすべて同根の関係にある。この英語名の発音もから転写され、日本語では一般的となっている。フランス語では、 サイクロプ、ドイツ語ではカイクラップ。中国語では、独眼巨人、もしくは、音訳で、はじめ滑落広しここと記す。なお、その名にちなんだ辞書、および、ここから派生した二次創作物については、項目、サイクロプス経由で辿ること。天空神ウラノスと、第一母神、ガイアの息子たちで、アルゲース、ステロペース、ブロンテースの三兄弟から構成される。 いずれも雷に関連する名前であり、雷のせいだったのではないかと言われる。彼らは不審に嫌われ、兄弟族のヘカトンケール族と共に、奈落タルタロスへ落とされた。弟族のティーターン神の一人クロノスが聖剣を握った後も、久しく抗菌されたままであった。しかし、ティーターのマキアーぬ時、ゼウスらによって解放される。キュクロプスたちはその例として、ゼウスには来帝を、 ポセイドーンには三叉の森を、ハーデイスには隠れ兜を作った。以後は、ヘイパイストスの下ででンヤ行を続けたと言われる。その一方で、息子、アスクレーピオスをゼウスの稲妻で失った、アポローンの八つあたりを喰らい、虐殺されたという悲劇的な遺伝もある。オデュッセイアに登場する、単眼巨人ポリュペーモス。ホメーロスのジョジシオデュッセイアの第9歌に登場する、 キュクロープス族は、常述の高次元的存在としてのキュクロープスとは、大きく異なり、旅人を喰らうただそぼうなだけの怪物である。ポセイドオン神を父に持つポリペーモスも含めて、そうであった。イオニア人、アカイア人、ドーリア人という第三波キリシア人より、前の時代のペロポネーソス半島では、ミュウケーナイティーリュンス、アルゴスなどに代表される、ミュウケーナイ文明が栄えたが、 それらは巨石によって城塞その他を築き上げる。遅れてこの地に入り定着した第三波ギリシア人は、先人が残した大掛かりな巨石建造物の数々を見るにつけ、これらを巨人キュクロープスの手になるものと考え、キュクロープスの石造物と呼び習わすようになったらしい。これは、英国のストーンヘンジに代表される、ストーンサークルやヨーロッパ各地のメンヒル、ドルメンといった、 巨石記念物が神秘的に見られ、巨人の残したものと考えられたのに似ている部分がある。英国は、ロンドン自然史博物館の地質博物館内、地球ギャラリーに展示されているキュクロープスの模型。天の間一つの陣と、天神アサラは共に、日本神話に登場する製鉄とタンヤの神であり、キュクロープスと同じく、一つ目である。同様に、タタら製鉄に関連して、 神に近い巨人である大だらぼっちも石岩とされる場合がある。また、妖怪一本だったらは、先の天の真一つの人が凋落した姿とも考えられている。これら、製鉄と石岩の関連性は注目に値する。石岩神話、伝説の中の石岩も参照。この他にも、日本の妖怪、一つ目小僧がそうであるように。 逃亡を防ぐ目的で恋に片目を潰した人身ご教養の人間を深刻化したことに起源するとも言われる存在も世の中にはある。関連性は証明されないが可能性として無視のできないものに先天性奇形の一形態である単眼症がある。これは全脳法の発育以上によって眼法が左右に分離しなかったために不完全な眼球を一個だけ本来花ができる。 はずの付近に持っているという危険である。単元症は、上述の石眼とは異質である。差別され排斥される対象であった異形の人間は、どのような時代にも、苦伝する人々の傍らにいたのであり、伝承上の異形の存在との関係を、ないとばかりは言えないであろう。ちなみに、記述の通り、英語では、キュクロープスのことをサイクロプスと読む。 単眼症がキュクロープスのモデルであるかどうかは別として、単眼症を英語ではサイクロピアと命名されているのは、一つ目の巨人、サイクロプスに由来してのことである。小人像の頭蓋骨化石標本。ドイツ、ミュンヘンのヘイラブルン動物園所蔵。地質学的知見からは、出土した像の頭蓋骨化石に由来があるとの説が、唱えられている。像の頭蓋骨の正面には、 長大な花に見合う巨大な鼻空が一つ開いている。彼らの眼下は側面に位置している上、鼻空に比べてはるかに小さい。そのため、像を見たことのなかった当時の人々が鼻空を眼下と勘違いし、頭部前面に一つ眼を備えた恐ろしげな巨人像を想起したのではないかという推論である。なお、ここでいう当時の人々とはよく知られている。 自然科学の発達した前世紀のギリシア文明期の人々のことではなく、ギリシア文化に連なる、不特定の極めて古い時代に生きた人々を指す。ありがとうございます。